はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー2ピクセルリマスター、リヴァイアさんの腹の中からやっていきたいと思います。クリスタルロッドを手に入れてミシディアの塔へ向かおうとしたところ、クリスタルロッドを持っているものを飲み込んでしまうという、リヴァイアさんに飲まれてしまいました。そこで竜騎士リチャードと出会って脱出しましょうというところですね。では先へ進んでいきます。3階とかなんだこれ、胃液か何かかな。エレキフィッシュでなんか寝ようと思ったんだけど寝られないよね。でリチャードはちょっと竜騎士らしからぬナイフを飛びさせてるんで、ちょっとこれは熟練度がたまるまでは我慢の時。盾を持ってないからやっぱり食らう時は食らうんだね。1回ヒットしかできないからね。ただ上がるのは早いと思う。力すごいな。宝箱第一の剣、どうだろう。ちょっと下がるのか。やりでいいや。熟練度ってかもうボスが見えんだけど、そんな短いの。じゃあちょっとリチャードやっぱり槍に変えようかな。もっと雑魚戦がいっぱいあるのかと思ったらそうでもなかった。稲妻8、いや勝って。ちょっとリチャードが物になるまで結構苦戦しそうだな。火力ももう圧倒的じゃなくなってるからね。やっぱり武器が今適正の武器だから、適正の武器っていうかむしろちょっと弱いよね。見た目の島で買ってないから。で第一の剣だったら槍の方が強いかなっていうところなんで、もう1ランク強い槍が手に入んないとちょっときつい。127、死ぬと熟練度多分上がんないからそれだけは避けたい。よしナイフレベルアップ。一気に2レベルとかは上がんないのか。でケアルじゃなくて回復はハイポーション、これで大丈夫っしょ。あと下にダイヤシールドがあるみたいだけどダイヤシールドはいいや。こいつか。じゃあちょっと炎の槍と何飛びしたい、ウィングソードでいい。いやこいつ第一の剣飛びさせよう。来たぞランドウォームだ。やつを倒せば船で脱出できる。確かにリチャード一人だと厳しいよね。俺たちの力を見せてやろう。まずはバーサク。振りを握っていいかな。160、やっぱ勝て。全員バーサクは必須かな。119の28、利き手じゃない方がやっぱりちょっと弱いよな。179ってあんま変わんなくね。古代の剣を発動させるか。ちょっと一回古代の剣使おう。困った時の古代バーサカはもういいや。ホーリー1回唱えよう。376、19だけどこれはあくまでも補助。435、いいね。通るようになってるわ。めちゃくちゃ通るわ。古代の剣様々だな本当に。マジで役立つ。水星属性に強いとか書いてあんじゃん。ただし炎の槍、ここだと攻撃力見えないんだ。ホーリーいけガイ782、いいね。ちょっと困ったら古代の剣使おうボス戦で。熟練度が上がったんだか上がってないんだかよくわかんねえもはや。3000円、脱出だ。それでいいの。ではクリスタルの塔侵入しましょう。ミシディアの塔だった。ここでなんだ封印が解かれたってことか。でもさ、ミーユとかもう先に登ってるんだよね。しかもミーユってもう仲間にならなかったっけ。2回仲間になったような気がするけど、なんか思い違いだった。でそのまま423399、まあ悪くないか。もうこれでいこう。まあ、使い慣れた武器が一番いいな。でエスナで回復させて、上登っていくか。ゴーストモンスターの先制攻撃。こいつら結構うざい。ミニマム使ってきた。最悪なんだけど小人になった。579205。いやそりゃ無理だよ。くあの弓持てんなあ。治った。治るの自然に。それは知らなかった。ハイポーションで宝箱はいいのがないんで無視して2階へ行きます。っていうかいいのはあるんだけど取り方が分かんない。石になった。エスナ4で直せねえってことは金の針だな。それなりに数はあるからまあ大丈夫。フレームソード、これはどうだろう。槍とフレームソードだったらソードの方が強いか。よし、こっちに切り替えよう。中ボス、よくぞここまで来た。だが私を倒さねばこの先が進まず、まあ、モンスターなんだけど、ただの知性のないモンスターとはちょっと違うね。ファイアギガスっていうかさ、効くの俺のこのフレームソードをこっちにかけてこう。あ、待って、二刀流のまずはリチャードに書くとこ。それなりの火力は出してくれるはずなんで。あ、古代の剣使えばよかった。92とか効かねえよな。炎の矢でも効かなくねえか。あ、それなりに効くな。まあ、400か。最初は古代でいいや。もう攻撃に入る。1回放流は唱える。呪われろ。それどうゼロでも呪いは入るよね。700個いいね。いややっぱ古代の剣だな。呪いが万能すぎる。ヒットポイントがどんどん上がっていくな。でここはちょっと氷っぽいね。回収していこうとか思ったら、いやめんどくせえ。一発で倒せなくなってきたからな。今リチャードは一発で倒せる。リチャードよくか。結構級16とか危険すぎだろう。痛い。283。いややばい。インプはかなり危険だな。しかも毒もやってくるのか。これでアイスシールド。ここは多分アイス系があるよね。ですので回復させて、でヒットポイントの書き込むハイポーション適当。アイスランス、これはリチャードに装備させるか。ああめちゃくちゃ上がるね。よしやろう。氷のコテはいらないな。アイスアーマーか。アーマーも装備しないからね。よし、アイスブランド、これは強いけど、よく考えたらさ、多分ここフレームソードの方がボス対策としてはいいと思うんだよね。敵が出た。バシリスク先制攻撃。こいつさ睨みでさ接近させてくるから若干厄介なんだよね。で槍も炎の槍に変えた方がいいよ。てかまずはそもそも古代の剣、古代の剣さえ入っちゃえばアイスだろうがなんだろうが関係ないは関係ないよね。まあ、一応アイスランスからフレイムじゃなくて炎の槍二刀流にしよう。パターンは一緒。ギガースがアイスギガースになるだけだから。攻撃、バーサクはかけておこう。273入ったな。これで749793岩石9弱い。変えとこう。次のターンで決まりそうは決まりそうだけどね。炎の剣フレームソードホーリー1回とないとこう。678火力はだから全然十分なんだな。よし、槍レベルアップ。ユニコーンの角敵逃げる。でエルメスの靴。エルメスの靴はバーサクかなんかだったと思うんだよね。ヘイストか、まあそれそうか、ヘイストだよね。でこれはちょっとボス戦で使おう。さあそして3人目のボス。お、なんかあれ、こんなんだったっけ。みんなモーションが違うのかな。サンダーギガース、ちょっとアイスブランドのまんまだった。古代の剣、頼れるべきは古代の剣。バーサクパターンは一緒だよ。もう319150。え、古代の続きが入って、それ岩石9。岩石はパキって弱いからね。まあそれだけこいつが強いってことか。アイスブランドでホーリー、あとは攻撃5004000174とかね。OKOKOK。 お、バーサクがアップした。でさらに上に登って8回モンスター悪魔の花か。こいつマジ厄介なんだよな。ちょっとバーサクかけてこう。いや、コートそれなりだな。まだ死なないか。やりおるわ。こいつ食らうとさ、こんなんすっかんね。あ、間違えちゃった。またパーサクかけちゃったよ。早めに倒しておきたい。1146。これ重ね掛けされてる？むちゃくちゃ強くないか。とりあえず混乱は治ったか。ホーリーもかけておこう。なかなか上がんなくなってきたな、もう魔法が。あ、上がった。クリオニール剣レベルも上がったね。よしよしよし。そしてフレア。いやフレア手に入れてもさーって感じだよね。まあ覚えさせるっちゃ覚えさせられるけど、どこだ？核融合フレア。ちょっとハイポーション使おう。金はあるからすげえ無駄遣いできる。せっかくだ、フレア使ってみよう。1レベルだから絶対弱い。魔法着たいのがマジでしんどいんだけど、2周9とかさ、この弱さなんなん。ホーリー8までやったとしても100いくつだからね。今はもう9になったのか。たださてまた上に行きましょう。9回モンスターホワイトドラゴン。先制攻撃チャンス。どうする？ちょっと強そうだからやっぱり古代は打っておこう。安定のでバーサクはリチャード524。バーサク付きの600400何か強いじゃないか。てか待て、ちょっとよ、重ね書きされんだっけ。あ、されるわ。強っ。氷の弓を手に入れた。そして黒のローブ。黒のローブはマリアに装備させよう。知性が上がるからね。あれってかさ、よく考えたらホーリーってさ、知性じゃなくて精神が影響してくんのか。知性の方がまあ若干高いけど、まあ分からん。10回。ミンウ、不良にいるお前たちを待っていた。ここまで何とかたどり着いたが、この扉を封印している魔力はかなり強力なもの。持てる力の全てをぶつける。そうすれば封印が解ける。さあ下がっていろ。超強力なビームなんだけど、こんなん出せるんだ。だがそれは命と引き換えになる。アルテマの本は君たちが案ずるな。これが私の運命だ。で、クリスタルがあるんだけど、これ先にこっちのクリスタルを取んなきゃいけないんだよね。で、ちょっと一回中断してステータスを見よう。何が上がるんだっけ、そもそも。ちょっと確認しよう。力か。力がファミコン版だとね、1人しか上がんないんだよね。46235462。炎の力。力が上がった。全員上がったのかな。56336472か。なるほどなるほど、いいね。で、風の素早さ。で、さらにこれが知性。これが精神かな。じゃあ一応ここで若干クリスタルが関係してくるんだ。影が薄いけどね、ファイナルファンタジーのクリスタルは。2か。ファイナルファンタジー2のクリスタルは影が薄い。究極の魔法、アルテマの本。所詮本だからな。あ、これ多分大丈夫だな、リメイク版は。で、まあせっかくだから覚えるは覚えるけどって感じだよね。外に出よう。で、せっかく敵が出てきたんで先制攻撃ができる。アルテマを使っていこう。みんな毒になってんだ。攻撃、アルテマ、究極の魔法。その力、神髄見せてやる。見よ、アルテマ207、強い。レベル1で207は強いぞこれ。ただファミコン版のアルテマってさ、成長性が全然なかったんだよね。レベルが上がっても大して強くなんないっていう、それを反映させているのかどうか。ちょっと待って、マジックパーがなさすぎるんだけど。コテージで寝よう一回。で、そしたらとりあえずアルテマを手に入れたんで、フィンまで戻ればいいのか。で、寝ても治らないから S まで回復。じゃあ戻ります。街が完全に破壊されているガテアの街。そして竜巻。なんか言ってる。竜巻の中に入ることができる。体が引き裂かれてしまう。皇帝の魔力はどれほどまでに強大なんだ。我々も皇帝の魔力の前には無力。さて、あ、レイラいるじゃん。船が壊れてあんたたちとはぐれた。よく帰ってこれたな。むしろ竜巻すら意のままに操る。アルテア、ガテア、パルム、ポフトを破壊し、竜巻はフィンに向かっている。覚える。竜巻自らコントロールしている。いや、ちょっと待って、アルテマ手に入れましたけど、どうすればいいんでしょうか。飛空艇ダメだ。ゴードン、何か言ってくれ。究極の魔法はすでに我々の手にある。竜巻に飲み込まれてしまう。空でも飛べぬ限りあの中に入ることはできないだろう。で飛竜か。そうするとげ教えてくんない。まあ、空っていうから竜騎士。ちょっと待って、竜騎士も連れてきたよ。ダメだ、もうこいつら健忘症にかかっている。何も思い出せない。みんな死んじゃった。マジか。飲み込まれてしまった。確かに人が少なくなっている。この子供はよく生き残ったな。困った時のポール。ポールに話を聞こう。今度ばかりはどうにもならない。相手は竜巻。竜巻に入ろうってのか。全く呆れたやつらだぜ。よし、俺のとっておきをやろうじゃないか。竜騎士、飛竜、ダメだ。何にも教えてくれない。ただ宝をくれる。あれ、どこにあるって言ってた。ここか。回収しよう。黒装束いいね。ルビーの胸当て、盗賊のコテ、金の胸当て、エリクサーがある。金の髪飾り、銀の胸当て、ブラッドソード。ブラッドソードとあれか、あれなんだっけ、なんかいいの手に入ってきたんだけど、何が手に入った。黒装束だ。黒装束を、あー、力出す気か黒装束かっていったらだいぶ差があるな。ガイはちょっと攻撃集中型でいくか。でリチャードどうする。金の胸当てから黒装束。もったいないわ、もったいないよな。回避率めちゃくちゃ上がんな。一応装備させてやるか。余ってることだし。あ、あと胸当てか。ルビーの胸当て、あ、結構弱えな。金より強いと思ったら金より弱えじゃん。まあいいや、ありがたくいただいていこう。敵が変わっている。フィン王国の近くまでこんなビッグホーンが出るようになったか。まあ今更ここでゴブリン出されてもね、どうにもなんないけど。よし、アルテマレベルアップ。アルテマは白魔法なんだ。でも今知性が上がんなかった。で結局話聞かなきゃいけないんだ。で尋ねる竜騎士か。あれどれだ。飛竜。昔飛竜を呼びたい時にはペンダントの光を城の鏡に反射させていました。これか。よし、鏡の前へ行こう。鏡、大事なもの、ペンダント。ペンダントの発する光、鏡に吸い込まれていく。これ無理やりさ孵化させんの。しかもこっからいけるなんてすげえな。どういう構造をしてるんだ。幼い飛竜の姿が映った。飛竜の卵から生まれた最後の飛竜。みるみるフィンへ近づいてくる。成長度合いが半端ないな。てか意外にでかいし。これはもう乗り込まなきゃいけないってこと。ついに竜騎士と飛竜が揃った。だから何、こっちアルテマ持ってんだぞ。レベル2の。うわ、勝手に行き出した。いや、飛竜でか。え、ちょっと待って待って待って、どういうこと。歩いてけってこと。このまま乗り込めるってこと。いやいやいや、今飛竜竜巻の中入ってっただろう。おお、がすげえことになってるぞ。大丈夫か。これ外に出れんの？出れる。新設設計だ。というわけでついに竜騎士と飛竜が揃ったみたいなんで、次回はこの竜巻を攻略していこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録 Twitter のフォローしていただければ幸いです。